本日はパリオリンピックの女子ボクシングで話題のアルジェリア代表のイマネケリフ選手の性別問題について紹介します。8月2日のジジ .com によると、8月1日に行われたパリ五輪のボクシング女子66キロ級で、昨年の世界選手権を性別検査で失格となったボクサーが準々決勝に勝ち進み、物議を醸している。2回戦に登場したイマネケリフは、序盤からアンジェラ・カリニに強打を浴びせて圧倒。相手は開始46秒で棄権した。 AFP 通信によると、敗れたカリニは、試合を続けない方がいいと思った。いつも男子と練習しているが、今日の痛みはひどかった。鼻を骨折した可能性もある。と語った。イタリアのメローニ首相がすぐに反応し、男性遺伝子の特徴を持つ選手は、女子の試合に参加させるべきではない。と国際オリンピック委員会、IOC を批判。IOC は、全ての人には差別なくスポーツを行う権利がある。選手の性別と年齢はパスポートに基づいて決定される。との声明を出した。ケリフが失格となった昨年の世界選手権は、国際ボクシング協会 IBA が運営。 IBA は不明朗な組織運営などで IOC から統括競技団体承認を取り消されており、五輪のボクシング競技の運営に関わることができない。とアンジェラ・カリニ選手は、イマネ・ケリフ選手からのたった2発のパンチで鼻を骨折した可能性があるようです。このイマネ・ケリフ選手の性別をめぐる問題に対して、ひろゆきは自身の X にて、元男性が女子オリンピックボクシングに参加、元男性の余裕勝ち、金玉取った男性は金玉取った男性です、女性ではないです、トランスジェンダーはトランスジェンダーであって女性ではない、女性の大会に元男性を参加させるのは女性の機会を奪う、とイマネケリフ選手がトランスジェンダーと決めつける投稿をしました。そして暴露系で有名な滝沢ガレソは自身の X にて、パリ五輪の女子ボクシングで金玉を取った元男性のトランスジェンダーが女性選手をボコって即 KO、 女性が泣き崩れた件をまとめろという DM をいただいていますが、元男性というのはデマで、実際は生まれつき心も体も女性で、男性ホルモンが異常に多くなる疾患 DSD と考えられているため取り上げません。とイマネケリフ選手がトランスジェンダーというのはデマで、実際は DSD という疾患の疑惑があることを投稿しました。このようなイマネケリフ選手の性別についての意見を受け、ひろゆきは自身の X にて、性染色体 XY で女性器と睾丸を持つ男性が女子オリンピックに出場、女性選手に余裕勝ち、他の女性選手より競争上の優位があることで IBA 女子世界ボクシング選手権失格になったのにオリンピックに出場、女性の大会に染色体 XY で女性器と金玉がある男性が参加するのは女性の機会を奪うに訂正します。国際オリンピック委員会、選手の性別と年齢はパスポートに基づいて決定される。アメリカはパスポートを申請する際に申請者が性別を自分で選べます。女性の大会の性別は自認ではなく生物学的に区別すべきだと思います。性染色体が XY は男性、XX が女性とすると、XY で生まれた人は男性です。アンドロゲン不応症であれば、精巣金玉を持ち、子宮はありません。XY の男性として生まれたが、性分化疾患で男性器でなく女性器がついてた。本人も周囲も女性だと思ってたのであって、普通に女性として生まれたではありません。とイマネケリフ選手の性別についての前言を訂正しました。そして作家や政治活動家として活躍する橋本琴恵が自身の X にて、イマネケリフ選手の性別問題について詳しく解説していたので、そちらを紹介します。パリ五輪女子ボクシングで男っぽい女子選手、アルジェリアと台湾がいるが、これはトランスジェンダーではなくアンドロゲン不応症という全く別の話であるため解説する。まずオリンピック性別判定の歴史から話すと、第一に Y 染色体、第二に生殖器、第三にテストステロンレベルじゃ。昔のオリンピックは女人禁制で全裸出場だったが、近代オリンピックは女性参加が認められた。では何をもって女性とするか、簡単なようで実は難しい。 Y 染色体判定は、体細胞に Y 染色体を持つなら男性認定するやり方じゃが、アンドロゲン不応症といって Y 染色体はあるんじゃが、母親からもらった X 染色体上にあるアンドロゲンレセプター遺伝子がうまく機能せず男性化しない人がいる。しかも一口にアンドロゲン不応症といってもレベルがたくさんある。レベル1、単におちんちんが小さいか精子数が少なかったりする。レベル4、生まれた時見た目では男か女か判別困難。レベル8、見た目は完全に女性。特に乳房がでかく身長も高く肌が綺麗。目や肌が乾燥。写真で見たら一発でわかるんじゃが、
なんせ正規だからセンシティブなので文章で我慢してくれ。レベル8ははっきり言ってめちゃくちゃいい女じゃ。ただ不妊だ。レベル1はなんか弱そうな男じゃ。問題はアンドロゲン不感応レベルが中ぐらいの人たちで非常に難しい。レベル8の人は染色体検査をしない限りわからんし、本人も女性だと思っている。不妊検査をして判明とかじゃ。私性格男だからみたいなノリじゃ。これは母親から遺伝するが、女性だとそもそもわからん。女らしい女だなぁくらいで、息子が生まれて初めて保孕者だとわかる。じゃあ同じ病気なのにレベルによってスポーツから排除するのか。トランスジェンダーは思想という政治的な問題じゃが、アンドロゲン不応症は純粋に医学の話じゃ。ただそうは言っても XX 女性と殴り合いをさせていいのか、公平なのか、といえば、正直わしは微妙だと思う。Y 染色体があったら男だ、と思う人がいるかもしれないが、普通の女でも二卵性双生児で兄弟がいた場合や、また非処女だと体細胞と Y 染色体が融合するからな。マイクロキメリズムという、生でやったら Y 染色体が女の脳細胞までへばりつくことが確認されている。次に性器有無判定じゃが、今回のパリ五輪は12歳時点での性器で男女判定をしている。思春期で筋肉と骨格が成長するからな。成人後に去勢しても無効じゃ。前回の東京オリンピックでは血中テストステロン濃度で男女判定をした。しかし副腎下形成症という病気の女性は副腎から睾丸レベルのテストステロンが分泌される。これで女性なのにアウトになった人がいた。難しいよな。だからわしの考えじゃが、全ての基準を総合的に使うべきだと思う。1-12歳時点での性器は、2Y 染色体が体細胞の何割にあるか、3血中テストステロン濃度が一般女性選手平均程度か。ただ繰り返すが、これはトランスジェンダーとは別物じゃ。もちろんトランスジェンダーの問題の中には XXY のクラインフェルター症候群や今回のアンドロゲン不応症の問題が背景にあるケースがあるかもしれないが、診断を経ていない以上別物じゃ。わしが言いたいのは、昨今のトランスジェンダーへの批評をアンドロゲン不応症の人々に当てはめてはいかんぞ。それはガチ差別じゃからな。好きでそのように生まれてきたわけではないんじゃ。ただしスポーツの公平性をどのように担保するかは議論が必要じゃ。とトランスジェンダーとアンドロゲン不応症の違いについて解説しました。このイマネケリフ選手の性別をめぐる問題に対して世間の反応は、生物学的に見て問題なくても多くの XX 女性が参加するスポーツとしての平等から見ると大問題じゃないかな。パラリンピックにトランスジェンダーも染色体異常や疾患枠作る方が平和的かもね。そのうち、なぜ体重や性別で細かく階級が分けてあるかが分かる事故も起きてしまうかもしれないけどね。もともと女性で生まれて、子供の頃はまだ小さかったから普通に対戦していて、大人になってみたら一般の女性よりも大きめに成長してたらしい。そして少し大きめの大会で優勝したその時から今まで Y 染色体を持っていても何も言われてなかったのに、突然 Y 染色体を持つことを非難され始めたらしいです。少なくとも 100% 女性の体とは言い切れない人ですよね。やはり女子選手との打撃は避けるべきだと思いますが、ドーピングが禁止でこれが認められるのは意味不。今回の件は出場した選手に問題があるのではなく、問題があるとすれば出場を許可した組織側でしょうね。出場した選手は国の代表として派遣されているのですから。個人的に男女平等ってそういうことではないと思うんだよね。社会的に平等って立場や仕事、生活でのことを言うことだろうと。そもそも女子ボクシングが必要ないしな。ビーチバレーと違いウェアの露出少なく儲からないので、IOC としてもあえて騒動を引き起こしてオリンピックの種目から外したかったかと。これ胸触りに言ってる子は女をぶちのめして回り込んで胸まで触って性的加害までしてくるの、マジオスやな。一応情報としてアルジェリア代表のイマネケリフは2020東京オリンピックに出場している。女子ライト級、結果は5位タイ。ジャーボンテイ・デイビスのコーチケニー・エリスも意見表明。オリンピックでトランスジェンダーのボクサーが女性ボクサーの頭蓋骨を骨折させた。本当にひどいことだ。と、様々な角度からの意見が飛び交っていました。いかがでしたか？本日は、パリオリンピックの女子ボクシングで話題の、アルジェリア代表のイマネケリフ選手の性別問題について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。